福島、白虎軍隊、茨城に向けて進行中。エリア多摩、非武装義民によるバリケード作業直行中。エリア浜松、東京都会に攻め込むつもりか。ああ、今が最大のチャンス。大丈夫だ、私にギアスは効かない。知っているだろう。そうだったな。ギアスの制御ができない以上、みんなとはもうお別れか。ナナリ。お兄様、あのユフィ姉様とお話ししたくって。私とお兄様と3人で学園祭を。ほら、ミレイさんが中断した学園祭もう一度やるんだって言ってましたよね。だからその時は一緒にどうかなって。あの、ごめんなさい、もう会わないって言ったのに。でもどんな形でもいいから、もう一度だけ直接会えると。ナナリ、聞いてないのか、ニュース。ラジオは途中で放送が終わってしまって。何かあったんですか。いや、だったらいいんだ。ごめん、明日には帰るから、それから相談しよう。うん。ギアスの切り替えができなくなった他に変化はないか。別に、ただユフィは俺のギアスに命令に逆らおうとした。能力が落ちたのかとも思ったが、それは多分彼女にとってとても許せないことで、とても当たり前のことで。それで。それだけだ。ひょっとした。契約したろ、お前のそばにいると。私だけは。